これからの長い日々の中で、また今日みたいに星を見に行こうね。まだそこにいたの？そろそろ取ってくれないと無理やり覗いちゃうかもよ。さっきからずっとコソコソして、一体何のサプライズ？どうかした？簡単な日帰り旅行かと思ってたけど、まさか俺を誘拐する気？なるほどね。これを選んだってことは、どこか離れたところにでも行ってみたいの？おお、いいよ言わなくて。俺が当ててあげる。おや、誘拐犯のお姉さんは飲み物以外にも好物のお菓子まで用意してくれたんだ。でもどうしてこんなにたくさん？
どうやら今回の旅は何度も一緒に夜を過ごす予定みたいだね。ただどの程度滞在するのかはわからない。それでまだ俺に考えさせるつもりなの？それともそろそろ自白する？一緒に、俺も同じ気持ちだよ。でもそれには小さな問題がある。夢忘れないように。今の外は森であっても汽車がうろついてる可能性があるからね。俺のことは常に慎重に隠して、必要とあらば嘘だってつかなきゃダメだよ。でも幸い、あんたの目の前にいる人間はその手のプロだから。どこへでも好きなところへ連れて行ってあげるよ。星？何？夜になるとどうなるの？もったいぶらないでよ。星々に最も近い場所ね。いいんじゃない？目的地としてぴったりだと思うよ。キャンプ道具のこと？それならもう気づいてるよ。え？まさか画材まで用意したの？
じゃあ、一回用意してきた道具を見てきていい？別に逃げるとかじゃないからさ。このルートって仕方ない。紙の地図で確認しよう。やっぱり通り過ぎてる。一旦分かる道まで戻ろうか。いや、何かお困りごとかい？なるほどなるほど。ちょっと待ってくれ。ドリフターの最新モデルじゃないか。つい最近パックスが出資して開発したっていうスマートシステム搭載型の高級車だろ。手に入れたんです。ほとんど市場にも出回ってないのに。もしかしてレンタルですか？パックス？今パックスって言いました？状態なのに指をくわえて見てろっていうの？こうなったらもう別のやり方で聞くしかないでしょう。レンタルですよ。高いのは最初から分かってましたが、手痛い出費でした。もちろん彼女との旅行費用だと思えば安いですけどね。そうだ、彼女はこう見えて法律事務所で働く弁護士だったんですよ。今は画家で僕の専属モデルですけど。
バルドルってご存知ありません？バルダル法律事務所。残業に次ぐ残業に厳しいノルマ、本当に法律事務所なのかと疑いたくなるレベルでした。なので僕が仕事を辞めてモデルになってくれと懇願し、絵を売りながら世界中を旅しようと提案したんです。あの時のことは忘れられません。彼女、僕がそう言ったらカバンを投げ捨てて泣きながら連れて行ってって。長々とすみませんが、僕たちはそうして今に至るというわけです。素材探しですか？そうなんです。もうすぐ提出なので、今すぐにでもアイデアを見つけて書き始めないといけません。他に聞きたいことはありますか？いえいえ、ただちょっとだけ待ってくださいね。そのまま振り向かないで。そのまま向こうを見てて。キャンピングカーに興味を持っていた人の一部は俺の正体に気づいてるかもしれない。はあ、こういうこともよくあるんだよね。演技をしても時間稼ぎにしかならなくてさ。心配しなくていいよ。とりあえずはそうだね、あと5秒くらいでさっきの誰かが呼び止めてくると思う。けど幸いここにはそこまで人がいないから、ちょっとだけ大胆に動いてみようか。それに旅が始まってからずっとやってみたいこともあったしね。だからって。今度は俺があんたをさらう番だ。しっかり捕まってな。何言ってるのさ。今の俺たちは放浪芸術家でしょ。こういった道だって初めてじゃないし大丈夫だよ。この道を抜ければきっと。悪いんだけど手伝ってくれない？
ちょっと厄介なことになっちゃって。ようやく来たね。そうだよ、イーゼルにキャンバス、絵の具なんかの細々したものは出し終わったけど、肝心のモデルが見当たらなくてさ。付き合ってくれるよね。作品を出さないとこの旅を続けられなくなっちゃうから。コホン、最初に言っておくけど、俺はこれでも芸術家だからね。仕事モードになったら結構きついことを言うかもしれない。それでも最後まで要求に応じてくれる？ありがとう。じゃあまずは肩の力から抜いてもらおうかな。それが済んだらアクセサリーを外して思うように髪をかき上げてみて。全部お願い。ここには見せる相手もいないしね。そうだ、靴も脱いでおいて。今日は天気もいいし、裸足で草の上を歩いたらきっと気持ちいいと思うよ。なんか心ここにあらずだね。俺たちはただ絵を描こうとしてるだけだよ。もっと自然と一体になってほしいから、頑張って全ての雑念を追い払ってみて。その調子。知ってた？絵の中であろうと普段の生活であろうと、俺の目に映るあんたは常に新しいんだ。うん、もちろん今までに見てきた清掃姿のあんたも十分に綺麗だけど、俺が一番好きなのは、全ての飾りを脱ぎ捨てた素のあんたの方だよ。だからもう少し近づいて、
俺から目をそらさないで。どう思う？モデルがそうだからじゃない？俺と同じように好きな人と二人きりになりたくて、大胆にも俺をここへ連れてきたのかも。けど目的地に着いてからは、それで例の星ってのはどこにあるの？別にせかしてるわけじゃないよ。それまではあんたとここでまったりできるわけだし、いいよね。今はいいよ。はい。大丈夫、ちょっとしたアクシデントだよ。藤崎からの電話で俺たちの動向が誰かにバレたかもしれないってさ。大丈夫だって言ったでしょ。しかも聞いてよ、その原因が滑稽でさ。リスナーの皆さん、こんばんは。当チャンネルでは今夜もホットなローカルニュースを発信していくよ。それでは早速1人目から。じゃん、タイトル、最近出会った不思議な人。へえ、なかなかに面白そうだね。どれどれ。キャンプをしてたら今話題の人物、パックスグループの泉圭さんと遭遇した、だって。こりゃすごい。皆さんもご存知でしょうが、泉圭さんというのはパックスグループの現社長で、最近は新ビジネスの開拓に奮闘されています。
そんな彼をもし街中で見かけることがあっても驚きはしますが、ありえない話ではないでしょう。ですが、これ以上はどうせいつもと同じゴシップネタだよ。俺たちは一度も本名を明かしてないし、さっきの話を聞いてる限り確かな証拠があるわけじゃない。だからお姉さんが心配することはないよ。万が一騒ぎになったとしても後でどうにかできるからさ。それともここから早く帰りたくなっちゃった？で言ってるの？まだ約束の星だって見せてくれてないのに、こんなとこで逃げるなんて絶対嫌だね。俺がすぐそばにいるってのに、お姉さんはそれでも安心できないの？どんな相手が来たってちゃんと守ってあげるし、今までだってそうしてきたでしょ。だからこれからも同じだよ。そう言うと思ってた。俺だって一晩中あんたとここにいたいよ。もし自然に飽きたとしてもね。だけど、変な雲だと思ったんだよな。
まだここにいたの？とっくに入ってると思ったのに。ほら、バスタオル。それから、あんたが一番好きな入浴剤。ずっと眉間にシワを作ってるけど、大丈夫？やんだらやんだで嬉しいけど、明日でも明後日でもチャンスはあるでしょ。ほら、今日はもう遅いし、早いところお風呂に入っちゃいな。お姉さん、ここのお風呂の大きさ、ちゃんと確認した？もし一緒に入ったら、身動き一つどころか、全身がガラスにぴったりくっついちゃうよ。それに、俺はまず家に無事を知らせないといけないからね。レディーファーストってことでよろしく。もう対応は済んだのか？デマは広がる一方だ。だからこれまで以上に警戒する必要がある。もちろんこれまで以上に大変なのは理解してる。だが、そんな彼をもし街中で見かけることがあっても驚きはしますが、ありえない話ではないでしょう。ですが、投稿によれば、泉社長が目撃された場所は郊外らしいですが、商談でそんなところまで行きますかね。それに彼の生活ぶりを考えたら私があえて言うまでもないでしょう。これはもう彼女との密会に他ならない。少し前までは仕事とは関係のない親しい相手がいたそうですが、今回は同じ相手か、はたまた新しい彼女か。何せ女性関係の噂が絶えない人ですからね。我々のような野次馬だけでなく、過去にはとある事件で警察のお世話にもなったとか。では彼をそれほどまでに引きつけるお相手がどんな女性なのか、詳しく見ていきましょう。
そんなとこで何してるの？全部聞いてたの？ただのゴシップ？右手を出して、お姉さん。いいから。誰かが言ってたけど、この世界は巨大な円形劇場なんだって。有名になると舞台の役者みたいに、世界が決めた設定に沿って演技を強要される。例えば俺は御曹司だから、設定的にどうせ彼女もいるだろうって思われてて、ラジオで聞いたように、彼らはその女性を見つけて舞台に上がらせるためにあらゆる手段を使ってくるんだ。誰もがあんたの噂をして、あんたがどんな人間なのかを推し量り、あんたに新しい設定を押し付けようとしてくる。あんたは自分がそれじゃないって認識しつつも、それを伝える術だけは与えられない。おかしいよね。みんなの視線にさらされた瞬間、あんたはもうあんたじゃなくなるんだ。俺はそんなの見たくない。どっちもだよ。あんたが世間にさらされたら、最後には俺と同じことになる。そんな目には会いたくないでしょ。だから時には嘘をついてでも、あんたを隠しきる必要があるって。Thank you.
でも今夜その舞台に上がる必要はないでしょ。人々に押し付けられた設定よりモデルと画家の組み合わせの方が俺たちにふさわしいと思わない？でもおかげでしばらく静かに楽しく過ごせたでしょ。考えてみて。俺はただの芸術家で縁あって偶然あんたを好きになったと。であんたを好きすぎるあまり少しでも辛い思いをさせないよう旅に出てこの平原まで連れてきた。ここには俺たち以外に誰もいないけどそれがかえって好都合で、俺は持ってきた画材道具を手にモデルになってくれないかと頼み込み、あんたがここで協力してくれる限りいつまでも絵を描き続けた。限界？そんなことないよ。だって俺は、あんただったらどうする？はい、大丈夫ですよ。どうされましたか？ええ、その通りです。そちらについては依頼通り世論の動向を観察し、弁護士さんやパックスに影響が出ないよう対応しておきました。より簡単にですか？世論を誘導。
それはお言葉ですが、弁護士さん、そんなことをすればあなたの身分は瞬く間に拡散されてしまいます。おそらく坊ちゃんはお許しにならないでしょう。ですが、坊ちゃんに言われてしまったんです。大丈夫だ藤崎、彼女ともう一度話し合ってみて、それから電話する。おいで。さっきの作戦の話、俺にも詳しく聞かせて。どうしてあんなことを？あれじゃ何も解決しないことくらいあんただって分かってるでしょ。今まで俺はあんたをそういった視線から遠ざけてきて、世論がそっちに向かないようにしてきたんだ。いや、あんたは知らないからそんなことが言えるんだ。出身はどこです？今までどんな暮らしを？泉啓とはどうやってお近づきに？どうして泉圭の味方になったんです？彼に隠している下心があるのでは？あんたが何もしてなくても関与できない場所で勝手にレッテルを貼られて、その通りの設定を押し付けられるようになる。俺が気分で作った画家とモデルとは比にもならない虚構の設定をね。誇張でも何でもなく、あいつらは本当に想像上のあんたを作り出すんだ。泉圭って名前の道楽息子を作り出したように。え？
かにそうだったね。でも気持ちはよくわかったよ。でも自分の存在が世間に知れ渡るってことをそんなに甘く見ない方がいいよ。明日の朝目覚めた瞬間、自分に関するデマが飛び交ってても同じことが言えるかな。ものすごい尾ひれをつけられてるかも。これでも外の様子が気になる？見つかりたくない、安全な場所にいたい、そう思うのは人間として当たり前のことだよ。なのにそれらのサインを無視してまで危険に身をさらしたいの？明日になればあんたは泉に隠れて身を潜めるなんてもっと太刀が悪いなんて言われちゃうかもしれないんだよ。それか自分だけを見てもらうために誘惑したとか。それでもいいの？ならもうちょっとよく確かめさせて。待って、何か忘れてない？ほら、
言ってたよね。星を見せてくれるって。星を見る準備だよ。お姉さんも早く手伝って。星を見るんだから、まずはあんたが座る場所を作らないとでしょ。うん、これくらいで十分かな。おいで、乗せてあげる。俺の言った通りだったでしょ。今夜の雨はすぐに止んで、俺たちの願いは叶うって。いや、でもあることに気づいたよ。俺が今まで注目されてきた分、あんたを必要以上にそれから遠ざけて、勘違いされてほしくないって思いすぎてたのかもしれない。そんなのは叶いもしない、星みたいな願いなのにさ。うん、眩しくて計り知れなくて、それを思えば思うほど他のものが色あせていく。で、いつもあと一歩のところで届かずに終わる。でも、もしかしたらそれだけじゃないのかも。理不尽を押し付けられても、必ず自分の意志で俺のところまで来てくれたように、これから先のどんな願いもいつかはきっと俺たちの手に収まるんじゃないかって、あんたの言葉が、瞳が、それ以外の全てが俺にそう思わせてくれるんだ。だからもう返事はいらないかな。考えてみてよ。俺たちが今の自分たちとは似ても似つかない、ごくありふれた芸術家と弁護士になってたとして、それでも何かしらの不思議な力が働いて、俺たちは結ばれてたと思う？
それがあんたの答え？もうね。けど、あらゆる可能性に備えておきたいでしょ。もし本当に人知を超える事象が起きて、俺たちが異世界に飛ばされるようなことがあるなら、向こうでもすぐに出会えるように今ここで暗号を決めておかない？ありがとう。それじゃ約束ね。次に目が覚めた時、俺たちの前にあるのは何だと思う？もし忘れて、これからの長い日々の中でまた今日みたいに星を見に行こうね。いや、今家？こっちは朝からバタついてて、やっと今電話できたよ。そう、芸術家仲間が合同展を開くから、その手伝いで、ちょっとね。後で迎えに行くから、一緒に回らない？ただの展覧会じゃないよ。後ろにある絵を見て。わかる？見た絵じゃなくて、あれは本当に正真正銘あんたの絵だよ。こないだのキャンプで描いた絵を調整して匿名でここに出品したんだ。お、この一枚だけ買って？まさか。他にもたくさん気づかないうちに記録してたよ。昼間のも良かったけど、俺は夜のが筆が乗りやすいからね。夜空を見上げるあんたも、明かりのそばでまどろむあんたも、全部。あの環境では、あんたを見るだけで創作意欲が湧くらしい。ここの準備をしてる時から、あんたが会場に入った時の顔を見るのが楽しみだったんだ。あんたが来たら、俺が専属解説員として道案内して、全員の視線を集めて、ほら見て、
あそこにいる女性のお客さん、絵の人とそっくりじゃない？もしかしてキャンバスから出てきたとか？はいはい、もう言わないよ。支度が終わったら連絡して迎えに行くから。じゃ、また後で。